こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の料理はかぼちゃの夏シチューです。教えてくださるのは竹本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして今月の器はこちらです、阿蘇市乙姫にあります工房花さんから作品を貸していただきました、工房花さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください、では今日は夏のシチューということで、はい、夏野菜がね、そうですね、ちょっとトマトを入れて酸味が出てきますけれども、うん、少しあっさりした感じでシチューを作っていきたいかなと思います。はい、では早速よろしくお願いします。まずは何から？はい、まずはあの材料を切っていきたいと思います。はい、今日は一口大っていうところで切りたいと思います。人参はあの5ミリぐらいの輪切りがいいかなと思います。もう自由で構いません。もも肉を今日は使いたいと思います。これもあの一口大にですね切っていきたいと思います。次はあの材料を炒めていきたいと思います。鶏肉の周りに熱が通りましたらかぼちゃを入れていただいて、少しあのかぼちゃの周りに油が馴染むような形にしたいと思います。じゃあコンソメの後にトマトも入れていきたいと思います。で材料が柔らかくなるまでこのまま中火で、ちょっと様子を途中で見ながらですね、あの煮込んでいきたいと思います。ではあの煮込んでる間に、はい、あのシチューにとろみをつける素を作っていきたいと思います。まあ、耐熱容器にですね分量のバターを入れてもらって、はい、まあ、あの500ワットぐらいだったら20秒から30秒レンジで、はい、加熱していきたいと思います。はい、小麦粉を入れていきます。はい、少し牛乳が温まりましたら先ほど作ったバターと小麦粉を混ぜたのを回しながら入れていきたいと思います。とろみが出るまでですね、このまま煮込んでいきたいと思います。立ったままですがすいません、じゃあ味見いただきます。うん、あのとってもクリーミーで、はい、あの野菜の甘みが結構出てますね。うん、であとあのほのかに酸味も、トマトの酸味、はい、あの見た目はちょっとわからないですが、溶けてますね。ね、あ、美味しいです。うん、あのとっても優しい味で、一皿でいろんな栄養が取れますので、うん、確かに、はい、高齢の方でも喜んでいただけるのではないかなと思います。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。皆さんもぜひ夏のシチュー作ってみてください。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある工房花さんの器を使用しています。工房花さんでは工房から眺める阿蘇の自然をお手本に、暮らしの中で使える器を作っています。